エンドーチェーン、株式会社エンドーチェーンは、宮城県仙台市を本拠地とする株式会社で商業ビル、イビーンズを仙台駅前で管理運営し、また、その他の不動産賃貸業を営んでいる。かつて、スーパーマーケットチェーン、エンドーチェーンを東北地方を中心に展開し、当時の消費文化や芸能をリードした。エン陽吉が戦後間もなく、 黒川国吉岡町、現大和町吉岡に、遠藤陽吉商店を開店。1962年に、東北地方発となるスーパーマーケット、遠藤チェーンを、仙台市宮町をオープン。この際には、宣伝に多額を費やしたほか、仙台駅前と店舗との間に、今でいうシャトルバスも運行された。その後店舗を徐々に拡大させ、 宮城県ほぼ全域に店舗を構えるまでに成長した。1964年3月20日には仙台駅前にフラッグシップ店舗である仙台駅前店を開店。1972年には新館をオープン10階建てで吹き抜けを有する大きな建物であった。この店舗は仙台市民、宮城県民に受け入れられ、沿道チェーンの代名詞となる。 1980年には日経流通新聞調べの日本の小売業200社ランキングでエンドーチェーンが41位にランク差注目を集めた。また創業者はモーニングショー内の名物コーナー宮を進むのア日本の社長で取り上げられた。当時の CM で流れていたキャッチコピーには絵になるファッションの仲間たちエンドーチェーンやプラスアルファの生活感動店などがあった。 しかし、遠藤チェーン全体としては、仙台市中心部では1975年に仙台店を開業した大英やジャスコといった他県資本の大手チェーン、仙台市郊外では、藤崎スーパーマーケット、東高チェーン、岡崎スーパーマーケットなどの地元資本のチェーンとの競争が激化。徐々に体力を消耗していく。さらに、仙台市以外の宮城県内、岩手県、 福島県でも、伊東洋稼働グループ、伊東洋稼働、洋ベ部二丸、ジャスコ、日井などの多県資本や、ジョイスやベルグループなどの地元資本のパーなどが、駐車場を備えた店舗を展開していくと、駅前立地で駐車場が少ない沿道チェーンの店舗は、対抗しきれず、客足が減少する。1986年頃から、商業界を中心に沿道チェーンの経営を、 不安視する声が聞こえ始める。1989年4月、エ道チェーンは三関年計画で、不審店を全面的に業態転換するか、または増床、改装する方針を固め当時の総店舗47店の、うち不審店16店を3年かけててこ入れする、決定を下した。また、同年5月には、 取引業であった日本再建信用銀行からの最終投資を受け、社長をトップとする総合経営企画委員会を設け、1年程度をかけ、経営上の諸課題を洗い出し、改善処置を取る体制を敷いた。1991年2月に株式会社声優、現、合同会社声優から10%程度の資本参加を受け、経営、人事、 商品施策など全般にわたる業務提携の調印を発表した。提携によって声優は東北における本格進出の端緒を得た。これに基づき同年三月二十日には経営を引き継ぐ新社としてエステートエンドが発足した。九百九十一年五月に最初の再建計画が明らかとなり、当時運営していた四十四店舗、宮城県三十六店舗、 岩手県6店舗、福島県2店舗中、仙台駅前店とそれ以外の店舗の運営を分離することとなり、仙台駅前店は声優が運営し、30店舗、宮城県28店舗、岩手県は花巻店のみ、福島県は小原店のみは、エステート沿道の運営で存続することになった。残る13店舗、宮城県は7店舗、岩手県は、 森岡市内4店全店と北上店の5店舗、福島県は、福島駅前店は1991年中に閉店することになった。同年8月には、エステートエンドーの社長に、声優元常務が、会長に、遠藤陽一がそれぞれ就任した。同年9月1日、遠藤チェーンが、エステートエンドーに新会社のエステートエンドーが、エンチェーンにそれぞれ称号を変更した。 声優の資本参加と同時に、声優のノウハウを取り入れマーチャンダイジングの強化、取引改善、物流システムの再構築に当たったほか、若手社員を声優に2年間にわたり、トレーニーとして派遣する旅も実施された。1992年には2度目の再建計画が発表され、宮城県内では駅前に立地する店舗を中心に、半数近い店舗が閉鎖。岩手県では、 花巻店の閉店に伴い完全撤退。食品スーパー専業へ転換した。これによって総合スーパーの店舗は声優に譲渡された。1991年11月、声優が帰還店であった仙台駅前店を沈借した上で、西洋、西洋仙台店として営業を開始した。これによって8回以上は閉鎖され、ファッション部門以外ではゲームセンター、 地下1階の食料品売り場を残しを売り場を原油化した。また、この名称変更の際、仙台駅前店の一室に保存されていた、遠藤チェーンとしてのイベント、宣伝等の貴重な資料は、その大部分が散逸してしまった。なお西洋は、1997年9月19日にザモール町町が開業するため、西洋がそちらの運営に傾注したいとの意向から、 同年7月31日閉店。後地には、同年11月28日、エステートエンドウが運営する、テナントビル、イビーンズ、イービーンズとして衣替えて、再オープンした。1997年には、声優の資本参加を得て、スーパー部門を、株式会社エンドーチェーン。後の株式会社東北声優として分離し、本体は、 仙台駅前店のビルを管理する不動産部門となり、株式会社、エスートエンドウと社名変更した。2001年、平成13年6月1日に、株式会社エンドウチェーンは、株式会社東北西優に社名変更し、同年4月25日に開店した宮城野原店で、店名も全店西優へ統一された。2003年6月1日、 株式会社エステートエンドウは、株式会社エンドウチェーンに社名を戻した。一方、東北西友の小型スーパーは、西友のままだったが、2008年7月1日、東北西友は、SSV など地域市、会社5社とともに、西友に吸収合併された。これによって元から、西友本体運営であった仙台長町店、西友仙台仙店と区別するため、吸収される以前から、 ザ・フード・ファクトリーのロゴが併記されている。また、イ・ビーンズの屋上看板もお色直しされ、イ・ビーンズの元に、エンドー・チェーンというロゴが設置され、9年ぶりに表記が復活し話題を呼んだ。2006年4月29日には、1日限りの屋上開放と題し、イ・ビーンズとなってから初めて正式に屋上を開放。フリーマーケットを試行開催した。 これが好評であったため同年9月17日、復活遠藤チェーン屋上フリマと名打ち、本格的にフリマを実施した。さらに2008年8月16.17日及び23.24日の4日間、遠藤創業80周年記念として屋上復活祭を開催。ザ・ポッシボー、ザ・ブングル他をゲストに長年放送していた、遠藤ミュージックショーウィンドウの復刻版を含む、 tbc ラジオの改正放送、縁日、キャラクターショーなどが行われた。このイベントをきっかけとして、夏季の間、屋上は連日開放されることとなり、その後も不定期に、イベント等が開催される際などには開放れるようになった。また、この屋上開放の再開と前後して、イビーンズとしても、かつての、遠藤チェーンの頃を思わせるような祭事、 イベント等を活発に行うようになっている。2008年1月、エンドーチェーンは不動産賃貸業としての業績復調を背景に、声優に売却していた自社株、約172万株を買い戻し、声優との関係を解消。経営再建計画が完遂した。エンドーチェーンのロゴマーク、車称はレインボーマークという、長年親しまれてきたが、 全店舗が東北西遊になった後は見かけることはほとんどなくなった。しかし2006年1月1日河北新報長官の E-beans の初売り広告にはエンドーチェーンのロゴマークが掲載されその後も E-beans の広告テレビ CM などにエンドーのロゴマークが登場テレビ CM においてはエンドーチェーン E-beans とアナウンスされることもある。また いいビーンズの屋上の看板、ネオンサイン、および1階2階の隠れ入り口の上部などに、設置された看板にも、それぞれ沿道のロゴマークが復活している。沿道チェーン仙台駅前店、その後の西洋と総合スーパーだった業態を、転換して、食料品売り場を廃止、家電量販店の桜屋の東北地方初出店となる、仙台西口駅前店が、低層部に、聞いて何として入って、 営業開始した。イビーンズになるにあたり、看板の改装や、駅前に面している吹き抜けを、白色から赤と青に塗り替えている。桜屋は、すでに競合店のヨドバシカメラが巨漢店を仙台駅東口へ出店した後の参入であり、店舗面積も、その約半分と狭く、翌年に、ラオックス仙台店が出店すると大打撃を被り、 売り上げ不振で約2年後に撤退となった。改装後は若い女性をターゲットに地下1階地上3階に渋谷109系ファッションのテナントが入った。4階以上は100円ショップ、ザダイソーやドラッグストアのダルマ薬局、中古レコード店、パラダイスレコード、島村楽器、書店、純駆動書店、アニメショップ、キヒサや書店漫画館なども入店した。 ギャル系ファッションを集積させたことで集客力が増し、同様にギャル系に火を切った仙台十字や、現在はラビー仙台と共に仙台駅前の一角を東北地方のギャルが集中する地区に変えた。また、隣接する仙台朝市を見習い、アニメ系、萌え系や音楽系などの趣味性の高い店舗を集積し、売り上げを回復している。しかし、 2011年の東日本大震災で被災し、営業不可能な状況となったことから、沿道チェーンが旧館と称する仙台駅側の4階、より上の木座橋を解体し、同社が新館と称する裏側の建物全体を含む残部分についても、耐震補強やリモデルを行い屋上と溶かした旧館の旧4階は、公開空中庭園となった。 そして2011年11月18日に1回2回フロアを除き一部営業再開。2012年3月24日に全フロアが営業再開に至った。2014年10月29日をもって、イビーンズオープン当初からのメインテマントであった純駆動書店が閉店。純駆動に代わるメインテマントとして、同年11月21日にソフマップ仙台駅前店がオープンした。 また、純駆動があった影響で、コミック関連の商品のみを扱っていた喫さや書店漫画館が増殖して、同年12月5日より、一般書籍も扱うようになった。また同じ日には、東北初出店となった、紳士服の洋服の酒前もオープンした。2015年1月24日より、それまで、仙台アメ横ビルに店舗を構えていた。 アニメショップのアニメートがイビーンズに転。さらに同ジャンルの店舗である、ゲーマーズやら新版も同日にイビーンズへと移転ており、サブカル系の店舗を集約する形となっている。前日の通り、現在は、声優とは無関係であるが、2018年現在、店内放送チャイムは声優で用いられるものと、同一の音源が使用されている。現在の、イビーンズは、かつて、 遠藤チェーン仙台駅前店として仙台の消費文化の中心の役割を担っていた。1階にはサテライトスタジオもあった。当初は仙台駅前の大通りに面した場所にガラス張りで店舗の外からも見えるスタジオがあり、1972年の新館オープン後は1階中心部に移動した。 開店直後の1964年3月23日から1991年8月10日まで TBC ラジオの遠藤ミュージックショーウィンドウ同時期には TBC テレビでも遠藤サテライトスタジオが放送されていたという番組の生放送が行われた。この番組には石原雄二郎が映画黒部の太陽のプロモーションのために出演するなど 若手からベテランまで数多くの歌手、俳優、スポーツ選手らが連日出演し、前世紀には2階の吹き抜けからの見物客もたくさんいた。イビーンズになってからも引き継がれていたが、2017年9月24日をもって53年の歴史に幕を閉じた。駅前リッチ型の大型総合スーパー、GMS である、ボーリング場、おもちゃ売り場、レストランなどがあった。 デビュー当時、1974年の荒井海は、サテライトスタジオや、屋上広場でなく、フロアで、広向きを持って、プロモーション活動をしたという伝説がある。屋上スカイランドとも呼ばれた。松田聖子、南野陽子、スマップなどが来戦し、ミニコンサートを開いていたりしていた。また、東映、東映動画とのタイアップによる、 キャラクターショーも80代初め頃までは毎週末に行われていた。冬にはミニスケートリンク、夏場はジャブジャブ広場と名付けられた足をつけるだけのプールなどを開いていた。勝つと4本セットのくるくる鉛筆、負けても4本セットのうちの1本がもらえた、じゃんけん大会などが行われた。遠藤から西洋に名称を変更した後は、基本的には開放しない状態が続いていたが、 2008年の夏以降、期間を区切って限定的に開放し、再びイベントなどを開催するようになり、2011年11月18日の営業再開からは、屋上が開放されるようになった。また屋上へ向かう階段のところに、かつての遠藤チェーン時代に関する写真が飾られている。店舗北隣に駐車場があった。現在は、 土地所持者の日本通運に売却されており、跡地には仙台パルコ2が開業した。店舗の北側の細道、仙台市道1247号、中央三丁目1号線は仙台駅から仙台朝市につながる道であるため、行商がテントや板で簡便な露店を並べていた。東北新幹線開業、1982年に、 合わせて1977年に仙台駅の新駅舎が完成し、1978年にはエスパルも開業したが、丸三つ隣の新東北ビルにあった緑屋や沿道に対抗してエスパルにもサテライトスタジオが作られた。前世の頃には沿道チェーン独占提供のテレビ番組が複数放映されていた。子供向けに日曜の朝に放映されたドッチラチン。 宮城テレビなどは、ローカルタレントの洋介くんや、工作の96先生などを輩出し、毎週のように各地の小学校で、ドッジボール大会相撲大会を開催して、放送していた。番組内では当日、エンドチェーンの各店舗で行われる、イベントの告知も行われた。他、世界名作劇場枠のアニメの宮城県内での、初回の再放送、仙台放送など、 1980年前後には、日曜日午前中の各局の物語アニメの再放送のスポンサーになっていた。テレビ岩手でも1990年3月まで、日曜朝に、エンドーチェーン一社提供番組があったが、同年4月のザ・サンデーのネット開始に伴い撤退した。祝日の午前を中心に放送されていた、宮おすすめの探検ショッピング、東日本放送では、 沿道チェーン内をニアを進むが汗だくになって走り回り、目に留まった商品を無理やり値引きをしていた。1973年にはヒーロー番組レインボーアタックエース東北放送が作られた。現在ではローカルヒーローの元祖として知られている。また、前述のように仙台駅前店に置かれたサテライトスタジオからは TBC ラジオが 毎日12時15分13時に公開生放送番組エンドミュージックショーウィンドウを放送した。同局での単独提供番組にはジャンボリクエストアモ、アモ東北ヒットパレードもあり、各地のラジオ局が休止する日曜深夜の放送ということもあってか、全国各地からリクエストハガキが寄せられる人気番組となっていた。 岩手県でも、遠藤ミュージックショーウィンドウが、岩手放送ラジオ、後の愛美氏岩手放送の制作で放送されていた。1980年代前半のテレビ CM には、モデル事務所である、オスカープロモーションに所属する3人の女性によって、結成されたパンジーが、キャンペーンガールとして出演していた。遠藤が仕掛けたというわけではないが、2007年5月24日に、 発売された本、地味都市仙台の本には、当時の遠藤が伝説として紹介され、現社長の遠藤洋一が感激したという逸話がある。ピンキーとキラーズ、ジミー・オズモンド、森田光一とトップギャラン、ジェリッシュなどといった有名アーティストを次々に起用し、オリジナルの CM ソングを制作して、オンエア。遠藤ミュージックショーウィンドウやジャンボリクエストアも、 タム東北ヒットパレードなどの提供番組でも流れていた。スタンカーメン店、大恐竜店、大マンモス店、ザ・シーラ・カンス店、栄光のインカ帝国店、大エジプト店、プロ野球店、山下清店、他多数。これらの催事では、触るのが可能な特定の展示物に触ると、タッチ証明書、恐竜の化石では、サウロタッチ証明書なるものがもらえた。 触れるものは化石のほか、金の延べ棒などがあった。1970年7月25日には、仙台都市圏北部にある、遊園地、富谷グリーンパークを会場として、第1回遠藤夏祭りが開催された、主催は、東北放送。当時の人気ドラマ、柔道一直線の桜木県一、吉沢京子、同じく、サインは、V の岡田わ合。半分弱。 中山まり、それに、フォーリーブス、金井勝子、竹脇むがといった、当時の人気タレントを招いての大規模なイベントだった。1980年前後には東映、東映動画とのタイアップによる、当時の人気声優らを招いてのイベントも多く、行われた。仙台東映、現在は、閉館を会場に、東映動画が制作した長編アニメーション映画の、続上映会。 入場無料も開催した。石原プロ制作テレビ朝日系で放映されたテレビドラマ、西部警察パート E の宮城ロケ、第32話、森のと、激震。宮城、前編マイナス1983年12月18日放映と、第33話、仙台爆破計画宮城、後編マイナス1983年12月25日放映、で、 仙台市内各地でロッケが行われ、その中でエンドーチェーンも登場した。劇中、大門を演ずる渡り哲也のセリフにエンドーチェーン店です。この時、通常のようなチェーンの伸み下がる発音とは異なり、円とチェーンの部分にアクセントの点が置かれていたというものもあり、当時の仙台駅前店でロッケが行われ、サテライトスタジオ、ロゴマーク、 店舗内などが映し出されていた。後編のクライマックスシーンでは、当時の仙台駅前、A、店の駐車場、店舗に隣接したものとは、別に建てたステージと給水塔が使われた。同式地は現在住友生命仙台中央ビルに生まれ変わっている。このエピソードは、全国のテレビ朝日系列局や CES 放送のファミリー劇場で再放送され、当時の様子をうかがい知ることができる。 また2012年 DVD ボックス西部警察パート E セレクション小暮ボックス1に収録され発売されたレンタルは第6巻に収録2014年1月には西部警察全国縦断ロケコレクション福島宮城編として単品でも発売されている1991年に声優と業務提携したのに伴いエンドーチェーンでも 声優のセゾングループ時代は、セーブライオンズの優勝セールを行っていた。2015年12月公開のアニメ映画、ウェイクアップ、ガールズ、続、劇場版後編ビヨンドザボトムでは、現在のエンドーチェーンのロゴの入った E-beans の建物と館内でのイベントのシーンが静止画で映し出された。なお本作には、エンドーチェーンも協力しており、エンドロールには、 仙台駅前イービーンズ名義でクレジットされている。また、同作品のメインキャストを演じる声優ユニットの、ウェイクアップ、ガールズのメンバーであり、宮城出身の長野愛里と、岩手出身の奥野かぐが開館と閉館のアナウンスを行っている。この館内アナウンスの収録の模様は2015年に、テレビ東京で放送されたバラエティ番組、ワグバン、にて放映されている。 かつて存在した店舗。現在は他店舗や別会社になっているもの、さらちになっているものも含む存在が確認されていない店。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。